柿小屋に吊るされる西条柿のカーテン。松江市東出雲町畑地区の生産組合では飴色の宝石とも呼ばれるブランド丸畑干し柿作りが今最盛期を迎えています。10日の間天日干しを行うなどしておよそ1ヶ月で出来上がります。昨日は地元小学生が訪れ干し柿作りについて学びました。ここの農家の、西条柿は、とても人気があるものなのだなと思いました。畑地区の干し柿は来月1日初出荷を迎えるということです。ニュースをお伝えしました。